こんにちは、高島塾代表の高島です。今隣で相田選手がツッツキの連続で変化をつけた横回転系のやつを連続でやってます。非常に高度な技術です。前回やりましたツッツキはコースとそれから距離の長さ、それから体の動かし方をやりましたが、今回は相田選手を見本に今度は切る変化カットですね、変化カットの練習方法を紹介したいと思います。今は隣で連続してフォアのツッツキ、横回転思い切りかけた瞬間に同じ回転で連続して返す、非常に高度な技術です。このことによって相田選手のサーブは、まあTリーグの中でもトップクラスのサーブエースを取れるという技術があります。サーブの変化、サーブあるいはツッツキの変化っていうのに非常に有効な練習です。今フォアでやってもらってますが、次バックでやっても両方できます。バックハンドで先ほどからやってもらってますが、もうノーミスです。でできます。で音を聞いてもらうように、非常に速いスイングで回転量が多いツッツキです。なかなかこれはできないんですけれども、やっぱりこれ訓練で、毎日毎日家の中でそれをやる努力が、こういうことができるようになるわけです。でこういう練習をやってください。特にカットマンの人は必要ですので、大きなフォアハンドのカット、バックハンドのカットでも相手が思うよりも意外に切れてるとかっていうような変化が出ますので、変化カットの中でこういう練習をまず取り入れてやってみてください。2番目の練習の仕方です。まずコートにワンバウンドさせたボールを連続して変化カットでいきます。で切れたカットの回転数が少ないと自分の方にボールが戻ってこないわけです。でこれによってどれぐらい自分のカットが切れているかということをこう目安にするわけですね。でどんどんこうスイングが速くなると、角度が返ってくる角度が大きくなります。これ非常に難しい練習になります。これも先ほど私も練習しましたが、なかなかできないです。なかなかボールが戻ってくるほど手首を効かせて、切ることができないですね。で、切り方はですね、今相田選手がやってるように、こう返す、切って返すというスイングが速くなりますとより切れるわけですね。こういうふうに切るよりもこう瞬間的に手を返すということで変化が増すわけですね。これも一つのテクニックです。ボールの後ろ側にラケットを角度を入れますとボールは戻ってくることはできませんので、ちょっとやってもらいますが、ボールのラケットをボールが転がすように転がすように動かすというのがコツです。やり方のコツです。点で飛ばさないで、ラケットの両端を使ってボールを転がすというようなイメージでスイングをします。ですから、飛んできたボールではありませんので、そのまま行くと前に飛んでいきますので、ボールの前方ですね、前方にカッとラケットをスイングで入れるということね。立てたまま行くと飛んでいってしまいますので、回転を回転で返すという練習の仕方です。これも非常にできるまでにはかなり高度なテクニックが必要になりますので、もう少しやってみてもらいたいと思います。どうぞ。戻る角度が分かると思います。なかなかワンバウンドでは戻りにくいんですが、ツーバウンド目で非常にこう戻ってるという回転が変わりますね。それが分かると思います。ワンバウンドまたはツーバウンドというように練習をしてみてください。今バックハンドでやってますが、これフォアハンドも練習する必要があります。非常にこう強い角度でボールが
手前に戻っているのが分かります。すごく回転量の多いツッツキです。で、手首を柔らかくしてできるだけ手首をね、使うんですが、インパクトを鋭くボールの端から端までボールを転がすというように、相手の回転に逆らわずにスイングします。スイングスピードですね、手首を利かしたスイングスピードが大事です。で、この時の練習方法でも同じように、つっつき戻ったように体を使ってハンドを使ってやります。体突っ立ったままではなかなかやれないんです。体を引いてスイングスピードをアップしてやるという方法です。全部前回やったつっつきの体の使い方と連動しているわけです。そうしますとこういう練習ができるようになります。これが実践で使えるようになりますと、非常にこう意外性の高い変化カットっていうものができるようになります。ゲームで使えれば非常に高い効果が生まれるということです。このビデオを見ておられる方、相田選手がボールコントロールしてますが、フォアとバックとですね、転がせてラケットから落とさない、フォアもバックも転がせてできるという、こういうふうにボール扱いっていうか、ボールのラケットとのタッチですね、このコントロールっていうのが必要になってきます。非常に難しい技術です。まあ、こういうことができますと、台上ネットプレーが非常に優しく楽に台上ネットプレーができるということです。ただボールを打ってレシーブを返すという方法もありますが、やっぱり地道な努力ですね。これは一日部屋でも自分でできます。こういう練習をたくさんやってほしいと思います。必ずできるようになります。